ンボリト情報局。皆さんこんばんは。ガンボリト情報局第66回記念スペシャル放送を始めました。ゾロ目？ゾロ目？もうスペシャルですよ今日は。66でございますよ。はい、ここです。さあ、というわけでこの番組は2024年2月15日に発売予定のガンボルトレコーズサイクロニクルの最新情報を中心にガンボルトに関するありとあらゆる情報を発信していく番組になります。さあ、私一貫です。よろしくお願いします。ザンビッザンビッザンビッ、イエーイイエーイ、ハイカンドメグ桜川みたいな、ね、コメントもいただいておりますね。さあ、そしてみんなに届け私の歌、ということでガンボルトシリーズでモルフを演じてます。サイクロニクルでもモルフを演じてます。ガンボルトシリーズのモルフです、桜川メグです。お願いします。いや、メグちゃん祝日でございますね。何ですか今日は。だから電車で座れたんですね、あんなに。そうなんですよ。ここいつも満員電車に乗ってここに来るんですよ。そうね、ゆっくり来まして。でももうほら、今日はちょっと会社も普通は休みですから今日は多分ね、はい、いないと思いますが、ちょっと呼ぶだけ呼んでみましょうかね。そう、ね、いないと思うんですけど、天の声来てるかな、出勤してるかな、天の声さん、はい、あ、いるわ、出勤しております。あ、いた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 、よかった。サイクロニクルのディレクターのキジです。キジさん、よろしくお願いします。キジさん、はい、どうですか休日出勤の感想は。感想ですか、はい、どうですか。いや、仕事できて楽しいですね。わー、すごい、偉い人を目の前に、素晴らしい。いや、素晴らしいですね。結構広々とした、いつもの広々とした感じのですね、インティフロアがですね、なんかこう少し電気が落ちてるんですよね。人気がないんですよ ね、 ね、そうなんです。入り口の電気も一つ二つ消えてるもんだから休み感満載なんですよ。ここ入り口開いてるかドキドキしちゃいましたね。そうなんですよ、はい、しかしちゃんとね、皆さんね、頑張って働いておりますけれども。ありがとうございます。さあ、というわけでございまして、ついこの間11月12日の場合はこうデジゲー博、ね、開催されました。どうですかデジゲー博、行きましたか。コメント欄いかがですか。どうですか、ちょっと伺いたいと思います。デジゲー博行かれた方、行かれた方どうでしょう。行きました。お、行きました、いただきましたね。どうですか。はい、行きました。どんな感じだったかな様子。あ、岐阜から行った人もいるんや。おー、すごいな。全ためあっただろうに、さらに来てくれたんかね。全ため行ってデジゲー博も行って、お、5回やれた人もいたとかね、いうことでございます。ね、いつものここのね、ディレクターがね、時間を勘違いしてね、時間勘違いしてたんですよね、ディレクター。何でしたっけ、17時までだと思ってたら16時までのイベントに16時半に到着、ね、ディレクター、はい、ね、残念、残念、お気の毒に。ね、あ、パネルが増えてたって書いてますけど、ね、増えたというかはサインが、サイン、あ、パネルへのサインが増えてましたよ、はい、そう、3人揃い組だったんですよ。揃い組のサインご覧になりましたか、はい、ね、みんなこう写真とか撮ってるんですか、ああいうのね、きっとね。そうですね。あ、いや、というわけでございまして、そしてデジゲー博ではですね、ギブスのファンディスクスペクトルシアター先行発売されてますよ皆さん。そうですよ、今回手元にあります。これです、こちらです、ね、今まだだからインティダイレクトでは20日から発送している。早い人も届いてるかもしれないですね。よかった、ね、もう届いてる方います。それからデジゲー博で買った人、それから、インティダイレクトで買った人、いろいろいると思いますけれども、皆さん見ましたか。あのね、あ、今日届きましたとかね。あ、よかったよ、届きました、届きました。結構だからちょうど今日あたり届までには届いてる人たちが結構多いということでございますね、いや、これなんかすごいですね、なんか世界観。そうなんです。なんか見ましたね、これもう、なんかいろいろ考察できる、それこそあのノベルも、あとそれから、インタビューも入ってますね。インタビューも入ってた、はい、おー、そう、あのブックレットの中に小説入ってるの、本当びっくりして。小説、歌詞カードのように物語が掲載されていて、からの曲を聴けて、インタビューも聴けてみたいな、すごい、すごいんですよ、こちら世界観満載ですね、小説があるなんていうのはね。
やっぱりちょっとこれ世界観楽しめるようにね、行き届いてできてますよね。これちょっとね、全然気づかなかったんですけど、このプロデュースっていうところにですね、なんか総合プロデュースのところにね、3って書いてあったんですよ。なんかFF みたいな書き方の3だったんですけど、 そしたら、あ、トリプル I ですよって言われたんですよ。これ皆さん知ってるもんなんですか？やっぱインティー長いファンは知ってるっぽいんじゃないかな。これですよね、最後のこれね。そうそうそう、うん、オールミュージックバイトリプル、それそれそれ、これです、トリプル3ですよ。あ、そう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 、これは皆さん知ってます？知ってました？知ってました人、うん、これはね、よく見てください。知ってるもんですねとはね、トリプル I ですねと、みんなトリプル I は知ってんだ、うん、俺ね全然知らなくって、これ何ですかトリプル I っていう、あ、15年以上のお付き合いですとか、すごい、すごい、さすがです、ファンの皆さん。これ何のあれ意味だか知ってます皆さん？はい、あの中を見て1111ですよね、これ、はい、あ、1歩2歩3歩だ1歩2歩3歩なんですかこれ？ではないらしい、ではないらしい、ね、これね、なんと、はい、何かの頭文字があるらしいですよ、はい、何かの頭文字の III なのか111なのか、はい、なんですって、はい、でちなみにサウンドクリエイトユニットということで、こちらのアルバムにもね、あの記載されていますよ、メンバーの皆さんも、うんうん、はい、これね、なんと、はい、僕ね、一方さんに聞きました、これ何の略ですか？気になります。なんかの頭文字ですって言ってました。おそれを今ここで答え合わせを見つけようとしている。え、一方さんの愛が入ってる、ティンティの愛が入ってる、あと一個、じゃあ最後は一家の愛、違うわ、絶対違うわ。いつからおんねん。サウンドクリエイトユニットって、そしたらね、そのどれでもないと言ってました。しかしなんかですって言ってて、うん、覚えてないらしいですね。会津さん、はい、これ何なんですか？一方の、一方による一方のためのサウンドクリエイト、嘘つけ、関係するわけないじゃないですか。そんなわけないでしょ。これ誰も覚えてない説が出てるんですけど、本当ですか？あれ、ディレクターも知らん、記事さんは全く知らない、知るわけがこれちょっと皆さん、あの一方一方一方にでもね、なんか違うらしいですよ。とにかく分かりませんね、まあ、とにかく分かんないですけど、皆さんちょっとあの調べてください。え、インティは何かの頭文字なんですよね？あ、はい、そうですね、インティは何かの頭文字、これはもう有名なことなんですか？はい、インタラクティブイメージを、あ、インタラクティブイメージか、うんうんうん、なるほど、なるほど。じゃあちょっと皆さん、ですね、トリプル I の、語源を、集めておりますので、よろしくお願いします、はい、さあ、というわけでございまして、ね、ガンプロと情報局ニコニコ生放送 YouTube ライブでそれぞれご覧いただけますので、コメントたくさんお待ちしております。はい、皆さん今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組は、勤労感謝の日は勤労できることに感謝をしながら仕事をする日だと自分に言い聞かせる会社インティークリエイツの提供でお送りしますね。え、勤労感謝の日ね、皆さん感謝し合いましょう ね。ありがとうございます。国民互いに感謝し合う日でございます。さあ、というわけでガンボルトシリーズについて簡単にですが紹介していきたいと思います、はい、来劇の能力者ガンボルトの活躍を描いたシリーズ1作目、アームドブルーガンボルト。そしてガンボルトとは異なる性能を持った新たな主人公アキュラと、アキュラをサポートする新歌姫ロロを加えたシリーズ2作目、2人の主人公が織りなすアームドブルーガンボルト、ソウ、そして封印の力ギブスを持つイクサミコキリン、キリンと共に戦う最強のセブンス能力者ガンボルトの2人を紡ぐ物語、シリーズ最新作アームドブルーガンボルトギブス。そしてまたアームドブルーガンボルト、ガンボルト、ソウに登場していたアキュラを単独主人公としたスピンアウトタイトル白き鋼鉄のイクスもシリーズを展開しております。全てのシリーズを通して魅力的な少年ヒーローやヒーローがヒロインや織りなすヒーローやヒロインが織りなすストーリー、クオリティの高いドット絵で描かれるキャラクターや世界観も魅力です。加えて歌姫たちによる楽曲がゲームプレイをより盛り上げてくれます。ガンボルトシリーズを彩る歌姫たち、モルフォ、ロロ、ルクシアの楽曲でリズムゲームを楽しむことができるのがガンボルトレコーズサイクロニクルです。よっしゃー、あー、ぶらぶら、はい、この、ガンボルトレコードサイクロニクルがどういったものなのか PV 用意しました。こちらご覧ください、どうぞ。アームドブルーガンボルトシリーズのリズムゲームが登場。
歌姫と一緒に踊るように操作する新感覚のリズムゲーム。4種類のノーツをコントローラーで攻略してね。すごくライブがしたい気分だわ。魅力的な歌姫たちの美声がプレイヤーを魅了する。なんてこれは私が。モルフォ、ロロ、ルクシアの歌が一緒に楽しめるなんて素敵じゃない？歌姫の歌声をフルコーラスで聴けるサウンドプレイヤーを搭載。全35曲がフルコーラスで聴けるのよ。過去作のプレイ映像で歌姫と共にシリーズの軌跡をたどる。これまでの物語をダイジェスト映像で楽しめるんだね。ガンボルトレコーズサイクロニクル。2024年2月15日発売予定。その歌は明日への翼に変わる。任天堂スイッチ、プレイステーション5対応のパッケージ版も同日に発売予定。パッケージ限定版には全35曲のカラオケ CD、ドラマ CD、アクリルスタンドを同梱。パッケージ版の予約特典は A4 クリアファイル。各販売店の特典もチェック。インティクリエイツ。さあ、ということで、親の顔よりも見た PV として有名なモルネーのね、ナレーションによる PV でございました。ね、本当にどんどんネタが加算されていくガンボルト情報局、目が離せませんね。本当でございますけれども、さあ、というわけでございまして、キチさん、はい、今日は何を紹介していきますでしょうか。はい、前回の方は今ブレーキましたが、何を紹介するのかで、こう今ドラムロール、ドラムロールが終わってから天の声ですからね、これね。行きそうだった。今はただただフライングで音が鳴りました。フライングですね。あ、ボタン押しちゃったね。はい、俺がついまだ発表しませんよ。出してっていうふうに俺はきっとね、相津さんに言ったんですよ。さあ、キジさん、どうですか。はい、前回の放送はですね、ルクシア役の佐々木さんをお迎えして、うん、ルクシアの楽曲についてのお話を伺ったり、そうでしたね、モルフォの新曲、記憶の音音も発表しましたが、じゃあ記憶の音音、ね、サイクロニクルの収録楽曲に関しては何もお出ししておりませんでした。なるほど。なので、今回はですね、現在発表されている収録楽曲を35曲中10曲という、うん、まだあと16曲も残っていますので、だいぶ残ってるな。その中で、うん、2つ目のダウンロードコンテンツである4曲目を発表したいなと思っております。2つ目のパッケージですね。はい、なるほど。やっぱ音はね、どんどん出していきます。音ゲーはね、やっぱり音楽を皆さんにこう馴染んでいただかないとね、いけません。うん、もちろんガンボルトのいわゆるこのゲームをやってる人たちには馴染み深い音ですけれども、これからはね、音ゲーユーザー別個のところからこう取り入れていき、ね、そしてこれ取り入れてったところでまたガンボルトを出したら、そっちアクションゲームにも流れていくって、もうこういうやつですか。2ループだ。さあ、ということでございますね。じゃあここからはね、はい、桜田さんにお任せしたいなと思っております、うん、お願いいたします、はい、ねぐちゃん。はい、任されました。さあ、それでは発表していきましょう。お願いいたします。まずは、うん、シリーズ1作目、うん、アームドブルーガンボルトから、ここからね、モルフォの追憶のペイン。おめでとうございます。これちょっとめぐちゃん、はい、どうしたんですかこれ。今自前のスマホです。自前のスマホからピンマイクに向けて音を流したと。どうみんな、ほらみんな、ほらもう歌ってくださってるじゃないですか。
歌ってくださってますね、はい、ちなみにですね何ですかこの演出、これは某ランキング番組からインスピレーションを得ましたこっから配信から流せよって感じなんですけれども配信から音流せよって感じなんですけど実はね、はい、我々ついさっきこれランキングっぽくいかねえとかっていうのついさっき直前に思いついて、うん、ここから出したらどうやって話になったんですけど、はい、そうそうそうよく聞こえてました見え聞こうどうでした皆さん、うん、耳にはいい感じで出ましたあと3曲発表するんですけどあ待って見て正直スマホからだと思ったなんでディスってんのよなんかフォローしなさいよちょっとね努力をちゃんと努力をあれしてください褒めて、ね、褒めて桜川さん盛るほど声が大変似ているのでカバーできるのでなんでなんで音まで無理だからなんかアカペラ無理だからさあというわけでございまして、はい、まずはこのね追憶のペインが入りましたかはいもう大人気曲です ね, ねでも、うん、さあそしたらはい続いてお願いいたしますシリーズ2作目、うん、アームドブルーガンボルトソーからそうストラトスフィアおだですね、はい、いやちゃんといいとこから流してるじゃないですかもうちゃんと止めときましたこういうこともできる しっかり自分でねあの一時停止して準備万端ですから本当さすがですよ素晴らしいでございますあと2曲できるかな緊張感がありますねいいですね成層圏いきましたさあそしてどんどんいきましょうお願いします続いて、うん、シリーズ最新作おアームドブルーガンボルトギブスか ギブスからあ、間違え、間違え夢児のイトマうまい待てこれ、違うぞ待てちょっと待ってパニックこれちゃうねんパニック桜川が慌ててるいいですよ有名人の糸間有名人の糸間出た出ましたあ、ね、ストラトの糸間だったそうまた失敗ましたストラトスミを2回流してしまいました、ね、ここですいやー面白いこれはいいですねなかなかいいですよこちらの楽曲もね、はい、ギブス発売されてから、うん、発売前からですねなんかすごい人気でも早く MV をって声も聞こえてましたからおはいねこれで今3曲いきましたけれども、はい、さあそしてちょっと待ってくれみんなよっしゃちょっと仕込んでて、ね、あ、またなんだ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 ちょっと危ないだんだんキャパがオーバーしている大変だいやもうどしどしねこれいいですよ我々の手作業のね手作業のやつがねよしよしいや面白いな最後くらいちょっと真剣にいきましょうあしっかりいきましょうか、はい、水も飲みましょう、うん、ああ最後は、はい、モルフォの、うん、オリジナルアルバムおバタフライログからおユーゾラスカイラインよしパーフェクトイッツパーフェクトなんで今日一の拍手がここで素晴らしいいやいやこの曲が入ったからじゃなくてちゃんと投げされたから優勝優勝きましたありがとうございます、はい、さあというわけでこの4曲追憶のペイン、はい、ストラトスフィア、はい、夢路のいとま、夕空スカイライン、はい、この4曲でございますねはいいや本当に意外な並びというか、うん、あそう、はいうんまあ、もちろんねこちらの4曲パッケージ版ではもう最初からゲーム本体に収録されていますので最初から遊べますよという曲なんですけれども、うんうんまあ、今回で35曲中23曲が、うんはい、発表できました、うんうん、まだ12曲あと12曲これから、ね、発表していきますからねはい、ね、まだまだあれでございますけれども、はい、でですね、前々回
第64回放送の時にですね、うんうん、アニメ楽曲の最後の希望に続いて、はい、今回はモルフォのオリジナルアルバム、うん、バタフライログに収録されている楽曲の夕空スカイライン、うん、ということで、うん、これまでの放送でもあまり触れてくることがなかった楽曲もですね、なるほど、こちらサイクロニクルが収録されるということで、なるほど、まあ、今日はそんな夕空スカイラインメインにちょっと話していこうかな、なるほど、思っていますよ。なるほど、確かにこうゲームの中にあるやつはね、こう番組でも触れやすいんですよね、うん、はい、そうなんです。でもやっぱりオリジナルアルバムの中だけをね、そうなんです、取り上げるっていう感じは確かにないかもしれないですもんね、はい、まあ、前回そのゲームではないアニメの曲も入ってみんなびっくりしたと思うんですけど、はい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 、今回はゲームに収録されてないモルフォとして本当に単体で発売したアルバムの中からもリズムゲームだった出るよっていうことなんですよ、ね、はい、MV はどうなるんだね、本当に私もどうなんですかね、さあこれはじゃあどういうね、あの曲なのかみたいなところで、はい、どういう風ないきさつでできてきたかというあたりですね、このちょっとモルフォの楽曲、はい、そうですね、はい、このバタフライログというアルバム自体についてちょっと振り返るところからかなと思うんですけれども、うんうんうん、まあ、モルフォの楽曲って、うん、ゲーム中で流れるとさ、うん、こうたぎる系のメロが結構多いと思うのよ、 GV を励ますからね、そうですね、はい、エールを送る曲ですからね、うん、そうなんです、うん、でもじゃあバラードってこれまでどうしてたのって思ったり、うん、まあなんでしょう、本当にマニアックなアルバムなんですよね、どういう感じ、なんて楽曲が入ってるんだ今、なんかですね、何曲でした？8曲入りで、ほぼ半分ぐらいがバラード調というかゆっくりした曲調が多くて、ゲームに紐づかない、なるほど、モルフォの活動の場を広げていこうっていう、いろいろ模索して作っていただいたというアルバムなんですけれども、これやっぱあれですかね、その、うん、VTuber としてっていうんですか、なんかサイバーディーバー、ディーバーさんとして、はい、ライブをねやってるっていうじゃないですか、はい、スメラギのアイドルですからね、そこでねやっぱり、うん、ゲーム中のエールソングばっかりでは、ね、うん、ないわけです、歌い手さんやから、そうなんです、そうなんです、ね、はい、だからそのバラードがあって叱るべきだし、はい、その曲が半分ぐらい入ってるわけでしょ、その8曲中、ね、バラード調だったり、まあ、三拍子の曲だったり、ワルツみたいな、はい、ワルツみたいな、あとちょっと何でしょう、子守り歌のような曲だったり、重めの曲だったり、アニメだったらエンディングで流れそうですか、ああ流れそうですね、だから何でしょう、なんか民族チックな曲だなって私個人が思うような曲になってたりするんですけど、うんうんうん、本当にモルフォとして、あ、こういう幅もあるんだっていう、うんうん、モルフォファンは本当必見のアルバムで、うんうん、もちろんインティーダイレクトで今通販でも買えるんですけれども、うん、その中でこの夕空スカイラインっていう曲がですね、うん、もちろんこのバタフライログのために作られた楽曲ということで、うん、まあ、もちろんゲームの中で歌そのものは聴くことができないんですけど、うん、インストルメンタルバージョンが、うん、ギブスのどこかで流れてたのみんな知ってますか、これギブスのどっか どこで流れてるんですか、分かってる人はめっちゃ知ってると思うんですけど、ね、インストでどっかで流れてる、そうなんです、実は今作だけじゃなくてガンボルト、そういうことやるんですよね皆さん、あスメラ頑張って聞きましたって、スメラギの CM ソングでしたっけ、王家ランマン、はい、めちゃくちゃいいところで流れる、お、そうなんです、もともとそうやってゲームの中で流れてる音楽が、ああ実はモルフォが歌ってた、ああ、今シロとか言ってた、はいはいはい、なるほどなるほど、あ、そういうこと、そうなんです、はい、でこちらの夕空スカイラインについてもうちょっとコンセプトやイメージについてちょっと裏話なんですけど、はいはいはい、まあ、夕暮れ時に、うん、海面に沈む太陽、うん、グリーンフラッシュをイメージしているとのこと、何グリーンフラッシュ、なんかこう水平線にこう夕日が沈むとき、うん、それまでこう赤だったりオレンジだったりする夕日がこのちょっとだけペコって出てる沈むときにちょっと緑に見えるんですって、あれだよね、なんかこう、ふゆん、それふゆんの部分です、それあれですか、それをグリーンフラッシュという現象らしくって、エルサルバドルから見ます、おお、すごい遠いところから見てる、Thank you、 ありがとうございます、
へえ、そうなんだ。そうなんです、っていうのが分かってから聞くとさらにちょっとエモさが増すかなと思いつつ、実は一番最近のライブでもね歌わせていただいてるんですよ。あ、今年の1月の8日の神田明神ホールでも。そうなんです。歌ってんだこれ。なんかもうみんな作品のことを思い出してか歓喜を余りながら聴いてる方もいてくださったのを思い出して、私もちょっと思い出してなんかエモくなっていますね。あ、いいですね。あれ、Meg's new hair って言ってますよ。あ、my hair、standard hair、 my hair。 これスタンダード、yes. いつも新しいあの巻き方とかしてるってこと。あ、curling hair worldwide、 worldwide ありがとうございます。はい、というわけでまだ4曲中1曲の話だったんだけど、もう1曲ちょっとお時間あるということで、お願いします。追憶のペインについて。追憶のペイン、みんなこれ、第1作目からですよ。これ1作目や。そうなんです。あのでですね、時を同じくして、実は私、なんか自分のお仕事でいろんな楽曲を今覚えなきゃいけないのに、今週ずっと青のリンクを聴いてました。実は昨日はスーパーで買い物しながら青き扉を聴いてましたね。おー、はい、スーパーで買い物をしながら聴いてました。はい、で今日はあの移動の道中ずっと灼熱の旅はるかトークも聴いてました。本当にもうなんで名盤なんでしょうか。あのギブスからまたはソーから、いや、イクスからガンブルトしてくださった方、あの本当にこちらは名盤でして、おもうどれか絶対好きな曲が入ってるし、1個好きなら全部好き、やばいっす、このアルバム本当に。いやいいですね。そうなんです。スーパーでは何買いながら聞いてたんですか。野菜ですね。野菜、切り裂け、もうみじん切りもするかな、もう本当にもうびっくりな。でなんか久しぶりに、ね、こちら、ね、インティーさんにあるアルバムをお借りしてるんですけれども、あのジャケットを開いたらですね、もういいですか、見せちゃってもいいですよね。あ、いいですね。こちら開くとスメラギからのシャジから入るんですよ、こちら。もう本当世界観が、シャジから入る、シャジって書いてあるんですよ。でスメラギグループ代表からということで。マジですごいっす、本当世界観が。ちょっと2行ぐらい読んで、なんて書いてあるんですか。ちょっと待ってください。あの一番下の今日のスメラギグループの後の漢字読めなかった助けてください。シャジ、この度は私どもスメラギグループの電脳アイドルモルフォのファーストアルバム青の、これはなんていうの、輪行、輪行です。このままで輪行でいいんですか。はい、青の輪行を買い上げいただき誠にありがとう。贅沢だなこの。あ、いいですよこれ。へえ、世界観も、世界観すごい。ちゃんともうスメラギグループから出されてるっていう感じの作りになってるんだ。はい、ね、こっちはあれだけど、こっちもすごいこう、かもう すげえスケール。すげえスケールこれ。それでもう今日はもう青の輪行の楽曲を全部リズムゲームにしてくれって、もう着いたところから私大騒ぎしているんですよ。だから今日はみんなに、あのリスナーのみんなにね、頼みたいことがあって、はい、みんな、入れたいよな楽曲、ね、みんなダウンロードされたらダウンロードするだろ。そうですよ。ダウンロードコンテンツになったら買ってくれるだろ。みんなどうだい、どうなんだい、買ってくれるかな、言った言ったよな言いました、まあ、ただこっから1曲ね、月世界航路もそうだし、いいと思う、来た切り時計のさ、なんかちょいバラ、このアルバムの中ではちょっとバラード風だけど、でもそんなことない、あのリズミカルな曲なんですけど、もう 全部いい曲、本当にもうどうなってるんでしょうか。いいですね。まあ、その中で追憶のペインは一番やっぱりライブで強い曲っていうイメージがあって。なるほど、結構ライブでもいっぱいやってますね。そうなんです、何度も本当にやってて、まあ、BPM も速さですね、150という中でもすごいスピード感がなんか一番実は感じるような曲調でして、で制作秘話ということで、あの歌詞を書いてくださった箱ファクトリーさんに、箱さん、サビの最後に印象的な決め台詞を載せてほしいってリクエストしたところ、想像を上回るキャッチーな歌詞が出来上がったということで、作曲の川上さんも嬉しかったと申しておりますが、私自身歌っててこのタイトルが強くのペインって終わるんですけど、
あのライブでもう歌わすんですよ、うん、あなるほどね、強くのペインってこうみんなに歌わすんですけれども、この支配からの卒業みたいな、はい、まあ、そういうとこでもう何でしょう、ライブで歌いすぎてもう私ほぼ全部歌わせてた時があっていいですね。そんな私がじゃあどこを歌うかっていうと、うん、せーの今奥のピン OK って私は OK って OK 係ね、 OK 係を勝手に言い出したらファンの人が今度うん、ラララララ次奥のピン OK まで全員入ってくる、 OK まで全員入ってくる。本当に今声出しライブもできるようになったし、よっしゃ、なんかあの OK も一回聞きたいですよね。いやこれはちょっとねいいですね、まあ、ライブで絶対やるでしょうね今回この次はね、絶対ここまで絶対決め始めてるこれは入れましょう、これは入れますよ決めましたコメント欄でみんな OK 始まってる、ライブ始まってるあ、そうかライブの当選出たんだよね。当落どうですか、ライブの当落ちょっと後で聞きましょうか。そうですね、これライブのあの時にやりますね。はい、なんでちょっと、ぜひみんな、うん、あの聞き込んできていただきたいと思ってますよ。これあれですね、あのゴッドスピード青木さん曰く、はい、イントロのフレーズはギターの指練習に向いているそうですというコメントをいただいてますけれども、うん、どういうこと、スタートのところめちゃめちゃ難しい。あそこやっぱキーボードのところギターも弾いてたところですよね。デレ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 、あれなんすね、すごすぎ、すごい、もうすごいですね、ボーイの B ブルーのスタートみたいな感じで、デデ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 デすごい、じゃあ皆さん指練してください、あれでね、タブフくださいって確かにタブフください、バンドスコア欲しい、ちょっとバンドスコア、あれだけバンドスコアくださいなんかダウンロードとかでインティーダイレクトさんで、あインティーダイレクトでちょっとダウンロードタブフ作りましょうこれね、いやいいじゃないですか、はい、ぜひ皆さんもインティーダイレクトで先ほど私チェックしたらまだカートに入れられましたので、うん、ぜひ、だからあれですよね、ちゃんと歌ってみたをやれるような状態にもう作っておきましょう、これね、今後のためにね、俺勝手なこと言ってますよさっきからえでもそういう声を一貫さんはじめ、うんね、皆さんが上げてくださることで、うん、どんどん現実に実現に近づきますので、ね、うん、ひとまず本当に青のリンクを私も聞いてるんで、うん、CD 家にあります、皆さん、はい、聞いてください、本当に聞いてほしい、私はもう帰りも聞きますよ、ね、じゃあ皆さん聞き込んで、で歌い込んで歌ってみたしてください、はい、よろしくお願いします、わ聞いてみたい、みんなのモルフォということでございまして、いや、ね、止まらないですがこちらで、うん、はい、ね、いろいろ語ったところで、はい、なって歌の振り返りの後は実際にプレイしていきましょう、大好きなコーナーやー、さあ金さん、はい、はい、いきましょう、どうしますか、まあ、今回はですね、うん、前回の放送で記憶の音音をお披露目したので、はい、今日はそちらを実際にプレイしてみましょう、プレイしてなかったっけか、そうなんです、実は MV が公開されただけで、そうでしたね、そうなんです、じゃあちょっとぜひぜひ、どんなプレイ画面が現れるのかも注目ですけど、うん、じゃあ初見ハードでいきます、おお、はい、やりますな、本当にてて、あれ、じゃあいきますよ、よし、来ました、どんな画面なんだろう、あ、緊張、はい、どうなる、あ、うわこれが、え、むずっ、楽しい、おい、あ、ここだうわ楽しい、なにこれ、はいはい、楽し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 い、なんて最高、やば、楽しい、いや、そう、楽しい、やばい、はい、はい、前回ね、
まあ、記憶の音を紹介した際に、うん、まあ、リズム、まあ、このサイクロニックのために作られた曲って言っただけあって、なるほど、そのリズムゲームに合わせて、で、まあ、通路さんがその面白く遊べるように、譜面制作の方もやっていただいたので、なるほど、かなり面白くなっております。やばい、あ、楽しい。ちゃんと決めもちゃんと決まって、こうフリップをさせたいとか、パンパン、あ、パンパン、あ、いいいいいい、決めは外さない、慣れてきた、クリアしたい、難しい、はい、難しい、やっぱタタタタラタラタタタタ、はいはいはい、ドン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 、おーい、あー楽しい、気持ちいいな、はい、こちらすごいハードモード一発、はい、初見、ありがとうございます、初見素晴らしい、よくクリアした初見で、ありがとうございます、一回もやんなかったもんね、練習ね、ですです、うん、すごい素晴らしい、いやー、いや、コマンドがめちゃくちゃ楽しい、いやいい、これスードンさんいいっすよ、これいいっすよ、スードンさん最高ですよめっちゃみんなにやってほしい、体験会に挑ませていった方がいい、スードンさんこれノーツ素敵って今話になりましたよ、これ嬉しい、いやーよかったな、あ、もう一曲いきますか、これね、はい、お、ちょっと、ね、次は次はですね、まあ、先ほど高永川さんにも語っていただいた、うん、皆さんが最高に胸キュンになれる曲をプレイしてみましょう、あいつやこいつですね、どなたか存じませんが、10年間私のツイッター旧ツイッター X にレイトナがいつもリプくださりありがとうございますあなたは誰ですか、いつも胸キュンしてくださりありがとうございます、何何、レイトナっていうアカウントがあるの、なんかレイトナのアイコンでいつも胸キュンになってるそうや、レイトナ存在するんだわ、じゃあなんかいるみたいなんです、世界に、ほらほら絶対いるでしょ、コメント欄にもいる、なんかいるのかな、いる、やっぱりいるんで、胸キュンなんだよね、いるんだよ、いるんだな、何人もいるのかな、何人もいるのかも、 OK、 早い、何もやっぱ早いんだ、うわすごい、うわこれか、そうですよ、これヘッドスピード青木さんが弾きたいところをノースでやってる、すごい、コンボもいいっすね、100コンボ超えました、すごい、いやこれ曲知ってる人たち嬉しいんじゃない、このノースやばい、デイトナステージだと思ったら彼らとは驚きって言ってますよねそこにデイトナが1人いたら100人はいると思うってなんかちょっとゴキブリ扱いみたいなバレ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 言うなコンボス今日1時間すごいすごいっす、見たいっす、もうこのまま1時間見てみたいっす、すごいな、おすごい、いいとこでいい映像流れるな、すごい、いいいやあすごいわ、すごい、頑張ってみたい、お願い、すごいすごいすごいそうだ、アウトロこの曲長いんですいやすごいライブを思い出すのはこの間にはけてね、衣装チェンジとかに行ったりしました、なるほど、はい、ここじゃあれだ、バンド隊が歌ってるシーンね、ここはおー、これすごい、すごいな、いいもん見られました、素晴らしい、 S S ですよ、
いやいやいや、すごい。あ、一貫さんは真っ黒になりましたからね、皆さんね。あやっぱデートナーいるな。一貫さん、一貫さんはですね、今ちょっと闇落ちしてますから。やっぱりセブンスが強いとこうなんですよね。一貫さんこれ多分カメラ電源だと思う。あら、すごすぎて、一貫さんのプレイが強い。ゾンビが闇の中に入ってますね。ちょっとゲーム画面と相まって一貫ですよね。いやでもこれすごいですね。いやなんかやりがいありますね。これはやりきりなんですか。レベル11なので結構難しい。一番難しい。一番難しくはない。レベル何本が一番上なの。12が上なんですか。これ11なんです。これ11なんですね。なので結構難しい。これはすごかったな。物量譜面にタップノートが結構見てたら分かる。なるほど。山の方ですね。復活です。さあでもねこれいや実際バンドスコアみたいなのもあったらすごい楽しいな。なんかちょっとこうさ、俺なんか周囲にこうギターとかキーボードとかさ、なんかそうベースとかやる人いっぱいいるからギター弾けると意外といっぱいできて楽しいんですけどね。そういうなんか家で歌えるみたいなね。確かに、今をときめくそれこそモルフォの後輩にあたる VTuber、モルフォのが先だからバーチャルアイドル。バーチャルアイドルですからね、モルフォの後輩っても勝手に言っちゃいますけど世界の VTuber たちに歌ってみたとかでどんどん広めていただければね。本当ですね。なんか いい広がりがちょっとだからね、こうどんどんカラオケっていうかね、みんなで歌ってもらえるようななんか仕組みにしていきましょうよ。そしたらいくらでもいけんじゃない。タブも欲しい言いますしね。カラオケはあんだっけ。カラオケあんでしたっけ。特典とかですよね。そうですそうです。今回もあ入ってる。そうなんです。じゃあそれでもうぜひね、なんか歌ってくんないかな。俺ちょっとよく分かってないんだけど、それは歌えるんですか、こうYouTube とかで。パセラでも出てます。出てるんですか。ちょっと YouTube の歌ってみたとかそういうのはみんなやってる人いるの。やってんの。あ、歌っても大丈夫だそうですよ。歌ってみた、やりましょう。歌ってみた、やりましょう。もう、そうかそうか。え、聞いてみたい。モルフォの楽曲みんなの歌うの聞いてみたい。ちょっとみんなちょっと歌ってみたしてください。あ、無茶振りしてる。歌ってみたしてください。すごいことになってる。モルフォで歌ってみたしてください。誰が一番先に上げてくれるだろう、ね、え、歌える。皆さん実際歌える。そうそう、ジャスの服に入ってないから。ジャスの服に入ってないからちょっと歌ってみたしましょう。はい、ぜひ楽しみにしてるんで皆さんご検討というところで、ね、さあというわけでございまして、いろいろとですね、まあ、楽しんだところで、はい、いよいよ、告知関係ですかね、のあ曲あ違うかな。これ出した。これでした。せっかくなんで一曲お聴きください。これです。ユーゾラスカイラインです。どうぞ、どうぞ。
いいですね。なんかキャプテンハーロックのエンディングを思い出す感じ。こうやって走りながら行ってるシーンを思い出せるぐらい素敵。いいですね。さあというわけでございまして、はい、さあこの、曲はね終わりましたところで言います。はい、ありがとうございました。ユーザースカイラインでございました。さあというわけで告知関係を まとめてお届けしたいと思います。製品情報からです。ガンブルトシリーズを彩る歌姫たちの楽曲を楽しむことができるリズムゲームガンブルトレコーズサイクロニクルはダウンロード版とパッケージ版とで異なる形態での発売を予定しております。ダウンロード版任天堂スイッチ、プレイステーション4、プレイステーション5、Xbox One、Xbox シリーズ X およびシリーズ S、Steam で2024年2月15日の配信を予定しておりまして、価格はいずれのプラットフォームも1980円となっております。ダウンロード版の本体に収録される楽曲数は15曲、ゲームの発売以降に4曲セットになった楽曲パックを5種類、合計20曲の、追加楽曲をダウンロードコンテンツとして順次配信していく予定でございます。はい、パッケージ版は任天堂スイッチ、プレイステーション5の2機種での発売を予定しており、価格はどちらのプラットフォームも通常版5280円税込み、限定版が9980円税込みで、ダウンロード版と同日の2024年2月15日の発売になります。パッケージ版にはダウンロード版に収録されている15曲に加え、ダウンロードコンテンツとして追加される20曲の合計35曲が収録されていますので、パッケージ版を購入すれば最初から全曲プレイすることができます。限定版にはオフィシャルイラストレーターである畠山義隆さんの書き下ろしイラストを使用した限定版ボックスに、ガンボルトレコーズサイクロニクルインストゥルメンタルアルバム全35曲収録の3枚組、そしてドラマ CD、そしてアクリルスタンドの3つのアイテムが同梱されます。はい、予約特典はパッケージ版のイラストを使用した A4 クリアファイルになります。こちらは実店舗ネット通販に限らず関わらず、通常版限定版のどちらでもパッケージ版を予約していただいた全ての方にお付けします。パッケージ版の予約の受付はすでに始まってますので、忘れずに予約してゲットしてください。はい、店舗特典でございます。サイクロニクルでも各店舗さんで様々な特典をつけていただけることになりました。各店舗さんの書き下ろしイラストも全て出来上がりましたので、店舗さんごとにお見せしていきたいと思います。まずアマゾンさん、怪しく迫るルクシアの書き下ろしイラストを使用した A4 クリアファイルで、限定セットにはですね、書き下ろしイラストを使用した A4 クリアファイルに加えまして、同じイラストを使用したキャラファイングラフオーバーレイのセットとなっております。さあ、そしてアミヤミさんでございます。弾ける水しぶきと玉の肌が眩しいロロの書き下ろしイラストを使用した A2 クリアポスター、こちら来ました、ね、すごい、こういう素材すごい、ね、クリアポスターでかい。そしてこの構図、はい、こういうことです、ね。でまあ、これから、さらに、こちらでですね、書き下ろしイラストを使用した、キャラファイングラフとオーバーレイがセットになったアミアミ限定セット、こちらもあります。ゲーマーズさん、ね、はい、ゴージャスなプールを満喫するロロとルクシアの書き下ろしイラストを使用した B2 タペストリー、さらにゲーマーズ限定版にはですね、書き下ろしイラストを使用した B2 タペストリーに加えまして、 B5 アクリルプレート、フルグラフィック T シャツのセットになります。ついにモルモのフラフラズ全員上がります。フラフラズフルグラ T シャツ、そうなんですよ、ね、そういえばモルモだけなかったなって思って、後ろもこんなにやったの、ほらすごい、これすげえな、やったよ、みんなゲットして、やった、これは着てこう、これライブで着ていきましょうね、これね。そうなんです、見てこんな感じのサイズ感だからね、男女着られると思います。全然いけますね、はい、ね、ぜひ欲しいです。さあというわけで続きまして、ソンアップさん、クールにおめかしをしたモルフォ、ドロ、クルクシアの書き下ろしイラストを使用した B2 タペストリー、トレーダーさん、トレーダーさんは天から舞い降りた女神のようなモルフォ、ロロ、ルクシアの書き下ろしイラストを使用した B2 タペストリー、そしてワンダーグーさん、レースクイーンの衣装に身を包んだモルフォの書き下ろしイラストを使用した B2 タペストリー、そしてワンダーグーオリジナル限定セットにはですね、書き下ろしイラストを使用した B2 タペストリー加えまして、サイクロニクルのキービジュアルを使用した B2 タペストリー、それからアクリルフィギュア5種、モルフォ、ロロモードディーバ、ロロモードアウェイクニング、ロロモードダークネス、ルクシアのセットになっております。どういうこと、一体どういうこと、もう5個セット。さあ、そして続いてはオフィシャルイラストを使用した特典の紹介でございます。エビテンさん、ガンボルトのモルフォのイラストを使用したアクリルキーホルダー、こちらです。さらにガンボルトギブスのモルフォのイラストを使用した 3D クリスタルが付属する 3D クリスタルセット、ね、これは美しい、はい。さあ、そしてゲオさんにはですね、サイクロニクルのキービジュアルを使用したオリジナル大カットステッカー、ね、
ネオウィングさんはモルフォ、ロロ、ルクシアのしおり3点セットでございます。でメロンブックさん、モルフのイラストを使用した B2 タペストリー、それから、上新さん、古本市場さん、ブックスクエアさん、山田電機さん、ヨドバシカメラさんはサイクロニクルのロゴを使用した大カットステッカー。さあというわけで今紹介してきた各店舗さんは、の特典は公式ホームページでも確認できますのでじっくり検討してみてください。はい。さあシリーズ情報でございます。ガンボルトシリーズのお知らせでございます。シリーズ1作目アームドブルーガンボルト、2作目ガンボルトソー、シリーズ最新作アームドブルーガンボルトギブスの3作品が各種プラットフォームにて現在好評発売中でございます。ガンボルトソーとガンボルトのこのシリーズ2作がセットになったストライカーパックもありますのでこちらもよろしくお願いいたします。そして、アームドブルーガンボルトソーに登場していたアキラを単独主人公としたスピンアウトタイトル白木鋼鉄のいくつと続編の白木鋼鉄のいくつ2も好評発売中でございます。はい、続いてはファンディスクのお知らせです。はい、アームドブルーガンボルトギブスのファンディスクスペクトルシアターが2023年11月30日に発売されます。こちらになります。ジェイド率いるアテムスナイツの黎明と現在を描くボイスドラマスペクトルシアター、うん、そしてサイバージーンルクシアの各曲4曲をフルコーラスで収録してますよ。ジェイドとレイラの出会いを綴る書き下ろし短編カプトドラコニス、うん、各曲のアレンジを担当したコレモカのインタビュー等を収載した16ページフルカラーブックレットも付属して価格は3300円税込みになります。インティークリエイトの直販サイトインティーダイレクトでも予約受け付けてますのでぜひご利用ください。さあ店頭体験会のお知らせでございます。サイクロニクルでも販売店様のご協力のもと店頭体験会を実施します。12月2日土曜日秋葉原トレーダー2号店さん、そして12月9日土曜日大阪のゲーマーズ難波店さん、どちらも11時から17時の開催となっております。大会会ではパッケージ版に収録されている全35曲使用していただけます。ね、使用してくださった皆様には3種類の缶バッジからお好きなものを1つ、プレゼントするということでございます。で当日体験会の会場にて予約をされたか、もしくは予約レシートなどサイクロニクルのパッケージ版を予約したことがなんか分かるもの、これを提示していただきますとポストカードセットもプレゼントいたします。これこちらでございます。すごすぎー、ね、最高。さあ、ね、他の店で予約されたものでも大丈夫ということでございますね。ということでございます。詳細はですねサイクロニクルの公式サイトや X にてお知らせしていますのでチェックしてみてください。体験会でですね1点だけちょっと個人的にお願いがございましてですね、今使用している35曲はですねまだここの情報局とか、まあ、公式発信のところでまだ公開されていない、ダウンロードコンテンツの追加楽曲のあるじゃないですか。 そうか、それが含まれているのでまあちょっとねちょっとこうまあ含ませるくらいの感じで言っといてください、ね、もう全部これ出ますよみたいな公式発表よりなんか先に公式っぽくやんないで。それで言ったら私のライブの、うん、YouTube、うん、歌ってるやつをスクショして、うん、自分の X とかにこう写真のように載せちゃってる方がいるんで、そうかそうか、それはちょっと映像だけで楽しんでいただけたらと思います。そうですよ、はい、皆様ねいろいろとね気遣っていただければね、はい、ムードを読んでくれればありがたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ続いてはライブ情報なんですかね、お願いします。はい、来年2024年1月13日土曜日にガンボルト情報局サイフェスティバル2024を開催します。会場は東京のお茶の水にある神田明神ホール。公演時間は会場オープンが17時、開演スタートは17時45分を予定しています。出演は私、サイバーディーバーモルフォ、サイバーディーバーノロ、ミネダーマユさん、うん、サイバージーンルクシア、佐々木リコさん、司会進行 MC にイカさん、笹原優さんのお二人をお迎えしての豪華メンバーでお届けします。はい、公演は会場での観覧に加えてネットの配信も行いますよ。日本のみならず世界中の皆さんに歌姫たちの歌声をお届けします。うん、実会場での観覧チケットにつきましては抽選の申し込みは終了いたしました。当選された方にはちょっとここからねお知らせあるよ、みんなよく聞いてね。聞いて、はい、当選された方には11月15日の水曜正午頃にご連絡いたしました。メールが届いていないので外れたかという方ももしかして迷惑メール扱いになっている、登録メールアドレスが間違っていて届いていないということもあるので必ず在庫にログインしていただいて、うん、購入済みチケットから購入履歴、うん、抽選応募履歴を確認してみてください。うん、で実会場の観覧チケットの購入手続きの期日が11月29日水曜日いっぱいまでなんでまだ間に合うんですよ。
期日を過ぎてしまうと当選が無効になってしまいますので、忘れずに手続きを済ませるようにお願いします、ね、でですね、ネット配信の観覧チケットはですね、価格は4800円税込みでして、はい、販売開始は明日、お11月24日金曜正午からを予定しています、うん、またライブタオルがセットになったネット配信の、観覧チケットも、価格7500円税込みにて販売いたします。ということで、サイフェス の、 あのライブタオルのデザイン、はい、こちら公開ですね。はい、会場に行けないけどライブは欲しい、ライブタオルは欲しいっていう方はぜひこちらご利用ください、はい。なお、ライブタオルの発送は日本国内のみとなりますので、ご購入の際はお気をつけください。そうか、はい、海外ではあれなんです。そうなんです。いずれのネット販売の観覧チケットも公演日から7日後1月20日20日ですね、17時59分まで購入することができ、アーカイブは同日1月20日の23時59分まで視聴することができます、ね、なるほど。チケットは在庫の電子チケットでの販売となり、うん、購入にはアカウントの登録が必要となりますので、うん、あらかじめご了承ください。そうですよ。ライブやチケット販売についての詳細 およびチケットの販売ページのリンクは、うん、ガンボリクレコードサイクロニクルの公式サイトをご覧ください。ということでお知らせ以上になります。ありがとうございました。さあ、というわけでございましてですね、私たちのですね告知で終わりたいと思いますけれども、ね、あ、私こちらでございます。一貫さんはですね、いつも通り NHK で、ね、E テレやってますよ、頑固ちゃんと怖いプログラミングね、いつもやってます。 E テレ見てください。それからディズニーアニメもいっぱい見てくださいね、はい、ということでございまして、そしてですね、画像で出ます、じゃじゃん、画像で出ます、じゃじゃん、はい、ありがとうございます。あ、で、あ、そうだ、これも言っとかないと。私のね、X、それから在庫の方もね、やってるので、これ在庫でいろいろイベントが入ってますので、これチェックしてくれるとありがたしいです。さあ、そして、お芝居ね、これです。サソリ家の女たちっていうのがね、あります。こちらの方に、29から12月、ですね、2班あるので、2班あるので、29、31、2とですね、出てますので、こちらの方、ぜひね、見に来てください。よろしくお願いいたし、いいえ、私はです。まさにそれですね。そんなことか、それも出てきます。コメント欄うまいわ、みんな。そうなんです。11月、10月末生まれの方々で、こうね、いろいろ盛り上がっているっていうやつでございます。さあ、そして続きまして、もう一個、やりました。あ、これ今ですね、今度、明日から本番でございまして、私、日曜日の1時半と19時に、私ですね、出ますけれども、ここでちょっとね、いい役の回と悪役の回でね、別々の役で昼と夜に出ますので、よかったらぜひ見てください。 SNS 口コミ割引みたいなのもあるんで、いかんさんのところからちょっとぜひともですね、見て、これも在庫なんでね、ぜひ見てください。よろしくお願いいたします。それからもう一つね、忘れてはいけない、これちゃんとね、漫画は毎回もう言いますからね、これどんどん買ってください。私はもう印税生活でございますからね。もうね、円月もね、数十円入ってきましたから。ありがとうございます。買ってくださった皆様ありがとうございます。ね、皆様ぜひともよろしくお願いします。さあ、そしてめぐちゃん。はい、各種 SNS やってます。最近インスタグラムのストーリーにめちゃくちゃハマってて、他の媒体よりもうずっとストーリーばっかり1日 4,5 件アップしてますので、そうなんだ。そうなんです。見てみてください、でそれから今週末と来週末に歌のライブがあります。あ、ましたか。はい、ね、もうどちらも歌いますんで、チケットをぜひゲットして聞きに来てください。よろしくお願いします。お願いいたします。以上です。さあ、というわけでね、次回のお知らせでございます。次回の放送12月7日、あ、いいですか、ちょっとお待ちくださいよ。次回これね、12月になるんですか。12月になりますからね。もう怖っ、あっという間になんかもうあれ、ちょっと年末どうしようってぐらい忙しいんですけれども、ね、ちょっと皆さん頑張って生きてられてます。もう12月ですよ、ね、ですっていうか、なんかあっという間に2月来ますから、そしたらもうゲームがすぐ発売でございます。そうです ね、その前に1月にはライブもありますから、ライブもねありますから、はい、このライブなんかすぐであっという間ですよ。2杯うまく、今度いつやるんですか、年末。今スケジュール調整中、調整中ですよ。ちょっと頑張ってリハしてください、ね、さあ、というわけで次回のお知らせでございます。次回の放送は12月7日の木曜日、はい、21時でございます。はい、こちらでございますので、ぜひともご覧ください。また次回の放送でお会いしましょう。バイバーイ、アスタラビスター。